レック試験対策講座の選び方学科編、担当講師の大森智美です。よろしくお願いします。はい、では早速ですけれども、レックの試験対策講座の選び方ということで学科編ですね。学科編もたくさん講座が、3種類ですけどありますので、順にお話ししたいと思います。ご紹介させていただきますね。レックキャリコン養成講座は今年、21周年なんですけれども、試験資格試験合格のレックは43年間にわたりさまざまな資格の受験指導してきました。そのノウハウを生かしてキャリアコンサルタント国家試験対策講座を用意しています。レックの国家資格キャリアコンサルタント試験対策講座はキャリアコンサルティング協議会向けの試験対策講座です。講座の内容、特徴、受講料などをご案内していきます。学科試験は2つの団体ありますけども、その両方の団体とも同じ試験なんですけれども、実技試験の内容が異なりますので、受験申請の際はご注意いただければと思います。こちらコンテンツといたしまして、学科試験対策講座は全部3つともですね、通信ウェブということでオンデマンド形式でいつでも見れます。学科特訓ゼミ、学科学問ポイント講座、学科統計資料スピードマスター道場ということでね、3本ありますのでご紹介していきます。まず、3つあるんですけども、学科特訓ゼミっていうのがですね、初学者向けで、学科過去問ポイント講座は過去問を分析しています。で、学科統計資料スピードマスター道場というのは、統計資料が苦手な方とかね、統計資料時事問題とか、そのあたりが結構ね、白書とか統計資料科の出題問題が苦手な方とか、逆に統計資料が大好きな方にも人気の講座となっておりますね。はい、では次いきます。学科特訓ゼミというね、初学者向けのと書いてありましたけども、講義内容はキャリコンの学科試験に必須の基礎知識を演習形式の講義で定着させる講座です。レックキャリアコンサルタント養成講座のテキストを元に作成したオリジナルテキストとレジュメを使用しますということなんですけども、レックの養成キャリコン養成講座っていうのがあるんですが、そちらの講座が、実務経験のない方がね受けられる講座がありますけど、テキストが5冊こんな形でねあるわけなんですよ。これを全部養成講座の受講生の方々はこれで勉強してます。こちらの5冊を、試験に出るとこっていうんですか、ちょっと品質されているあたりをこうギュッとこのように1冊にこうまとめたねテキストがついてます。この学科特訓ゼミ、基礎的な内容ですけどね、これはこれが1冊と、あとですね、こういったそのこのテキストを使って、で中身をちょっとまたさらにポイント的にですね、レジュメがついてまして、こう穴抜け問題みたいになってますので、テキストを見ながらこの穴抜けをこう埋めていくような方式で、穴にですね、括弧の中にこう文字を入れるときにはこういうね、赤ペンで書いてこれで消して覚えるみたいなような形でこう作られています。学科特訓ゼミですね、これが。で、時間がこれ一応ウェブで先生が講義してますけども、講座時間は通信ウェブ5時間先生喋ってますね。演習時間はちょっとカットされてますので、適宜止めながら演習してください。で、受講料なんですけども、一般価格は15,000円、レックの養成講座受講生は12,000円という、ね、割引しています。で、オリジナルテキストとレジュメは発送いたします。はい、で、こちら次の講座なんですけども、今度は学科過去問ポイント講座という講座がありまして、こちらの講義内容は、第1回試験からのよく出ているね品質分野の分析および過去問題直近2回分を分野別というのは法律、統計、理論その他に整理分析し回答の導き方を学びます。講義ではですね、キャリアコンサルティング協議会が出しているキャリアコンサルティング関連情報集を使用します。事前にキャリアコンサルティング協議会のホームページからご購入の上ご受講くださいということなんですけども、こちらのテキストでちょっと使用するのがこういうキャリアコンサルティング関連情報集っていうね、これは今実施
収録しているのが2022年なので2022年度版ということで、こちらを使用してますけども、この講座ね、毎回テストが終わるたんびに取り直してる過去問ね、2回分ですので、でこちらを使って進めていきます。結構ね、この中からね、問題出てるっていうこともありますので、こちらを使っていきますね、基本的には。あとですね、学科の過去問なんですけども、この過去問皆さんダウンロードしておいてくださいね。これ学科の過去問、4択一問題の過去問ですね。これ過去問はね、著作権のちょっと関係でね、レックから配布することができないんですよ。なので皆さんは直近3回分までね、ダウンロード今可能ですので、お早めにキャリアコンサル協議会のホームページに公開されてますので、そちらでご自身でダウンロードしてご準備いただければと思います。受講されるときにね、はい、過去問、ただ過去問は問1からずっと問い、ね、50まで一個一個の過去問がありますけども、それを分野別に分けて整理されて分析されているということですね。でこちらの講座はですね、講座時間が、通信ウェブで6時間ですね、あります。で受講料は、一般価格は 12,500円、レックの養成講座受講生は1万円で受けられます。レックの養成講座受講生はね、キャリアコンサルティング関連情報誌は皆さんお持ちですので、そのまま利用されればいいと思います。はい、で他で受けられる方はレックは各本校ではね販売してないので、キャリアコンサルティング協議会からご購入いただければと思います。でですね、こちらの学科過去問ポイント講座を大元のデータを分析している講師がですね、こういう、書籍を作ってまして、これがですね、キャリアコンサルタント国家資格と2級の両方とものを、過去問からずっと分析してます。ここがよく出てるなっていうような形ですね、分析というのは。学科試験対策講座ですね、この学科過去問ポイント講座の過去問の分析と回答解説の政策をね担当している小沢先生、この絵の先生ですけど、こちらの先生が制作したテキストと問題集ですね。で、こちらカウンセリングキャリア支援の第一人者宮城真理子先生からもご推薦いただいたっていう本になってますので、もしよろしければね、こちらの問題集も使っていただければなと思います。これですね、ちょっと見えますかね、こういう本なんですけど、これぐらいの本ですね。さっきの学科過去問ポイント講座じゃなくて、国家資格キャリアコンサルタントのテキストよりもちょっと小さい、一回り小さい感じですか。これ B5 版より小さい、 A6 かな。で厚みはね、ちょっと厚みがあって、でテキストと問題が入ってます。100問入ってます。テキストがあって問題があって、これも分類別に分かれてるんですよ。統計とか法律とかそういう形でね、学科過去問ポイント講座と同じように分かれて、で宮城真理子先生のこちら推薦がね入ってるっていう、この本もおすすめです。はい、こちらですね。今お見せしたのは2022年度版でして、第1回目の試験から第18回の試験までの過去問の分析と練習問で100問を掲載してるんですけども、最新の試験の分析、18回のあと19回20回ってありますけども、そちらは本書購入者特典ということで、学科試験無料分析講座としてですね、試験後に都度アップしているので、そちら QR コードが中にねついてます。学科試験無料分析講座、このちょうど開いたところにね、この無料分析講座の QR ついてますので、こちらからねアンケート形式になってお答えいただくと動画が見れるようになってますので、今回の試験はこういったところがよく出ましたねみたいな、次の試験の予想なんかも話してますので、で2023年度版っていうのが今、これからちょうど先生今作り始めてるんですけども、それがですね2023年2月発刊予定で、2023年の4月以降の法改正に、対応しているので、2023年の4月の試験以降の受験される方はそちらの方2月まで待って、今買わないでね待っていただければいいかなと、新版の方を買いまとめいただければと思います。はい、では次ですね、学科統計資料スピードマスター道場っていうね講座があるんですけど、こちらの講座は白書統計資料は
社会情勢により傾向や数値が刻々と変化します。当講座は過去問の出題傾向をもとに今発表されている白書統計資料のポイントを講義し、演習問題を通じて身につけることができます。試験で品質優先度が高い統計資料を知り、学習のポイントを抑えることで効率よく学べます。統計ごとに練習問題も掲載、知識定着に役立ちますということなんですけども、こちらはねすごいんですよ。こちらもテキストがこんなにね、先生がね統計資料のテキストだけでこんなにちょっと作ってくれたんですけど、もともとこれ小松先生がやってましてね、小松先生中小企業診断士の先生で、こうなんていうんですか、グラフとかこうね、なんていうこういう資料ある、統計資料ですよ、国が出しているこういうのをね見るのがとてもお得意な先生なので、分かりやすく解説してくれてますので、統計資料のところね苦手な方、あと逆に得意でね、もうその辺をあんまり深入りしすぎず、この試験での重要度ね、把握にご活用できると思いますので、ぜひと思います。でこちらの時間ですけども、ウェブ講座で6時間で収録してます。で受講料は一般科学レック受講生もともに1万円ね、オリジナルテキストこの3冊ついてますので、ぜひ お勉強していただければと思います。はい、ではお問い合わせ先ですけども、お申し込みお問い合わせにつきましてはレック過去本校レックコールセンターですね、こちらのお時間の間にお電話番号こちらになります。試験に関するお問い合わせにつきましてはキャリアコンサルティング協議会国家資格キャリアコンサルタント試験センターまでということになります。はい、以上になりますけども、養成講座ね、終了後試験まで間が空いてしまうので、力を落とさないように、さらに合格を確実にするためにレックの試験対策講座をご活用いただければと思います。お申し込みお問い合わせはこちら、先ほどお見せしたとこですね。はい、では皆さん頑張ってください。以上になります。